xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Hôm nay chúng tôi nghe thử một bài học reaction. Bài học này là bỏ lỡ một người ca sĩ Lê Bảo Biển. Có gì biết Lê Bảo Biển không? Không biết. Lúc trước Shinsuke hát bài hát của Lê Bảo Biển. Bài hát tên là Kích Gì Đến. Người ai là đồ trong tùy vội của em thì em hãy ước nhìn về bên đây, có sao lại nhìn bên này. Rồi, lần này nghe thử bỏ lỡ một người nha. Bắt đầu. Game à? Game có, Lê Bảo Biển. Tiền kiếm? Game có. Wow, phải sponsor. そうだよ。今2人で乗ってたのにいなくなってる。どういうこと？いや服も変わってるから。違うシーンで違う日や。もうすごいお金持ちの集まり、ね、めちゃくちゃ金持ちや。うん、いいね。こんな家あるんやな。家なんかバーかもしれない。あ、そっか、バーかもしれない。そう、お店の可能性もある。なんで悲しい顔ができんのよ。あんなさ、お金持ちのパーティーやってさ、楽しいはずじゃん。いや、マジで悲しみが襲ってくる。うん、女の人行ってない可能性あるね。あ、あのパーティーに。うん、だから男の人だけ行って。確かに酔っ払ってちょっとフラフラで帰ってきた。女性おったけどこの人じゃなかったんか。俺らがただただ勘違いしとった。そう、ほら、あれもういないやん。2つあるのよね、あの内容としては。付き合ってる時と一緒にいる時と、うん、もう別れたんだろうね。そうね、この感じも別れてるんだって。一人で過ごす日々。まあだからこのバラはもう無理だ。去っていったみたいなことよね、一人の人が。そういう、すごいお金持ちじゃん。車だってええ車ばっかよ。みんなだけ友達はもうこういう人ばっかりと。相当なんだろうね。すごいよ、金はあるじゃん。なんでよ、なんで俺なのかな、忙しすぎてみたいなことなのかな。その金持ちでさ、いろんな仕事があってみたいな。なるかな。ちょっと住む世界違う感あるけど、ね、ああなるほどね、うん、まあ女の人はどういう人かって全然分からんけど、うん、フェラーリやで。確かに、フェラーリ俺見たことないよ。ベトナムで、ベトナムで、めっちゃある。マジ？あるある。あ、そう。いや、お前がフェラーリって気づかんだけじゃない。あ、俺フェラーリって気づかんだけじゃない。綺麗
これキングコングとかの挟んでしょ。そここの場所はさ、こうくねくねのさ、はい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 、ホアンゴエオの川がいっぱいあるんでしょ。川のハロンって言われてるところね。あ、そうなの。そうそう、川のハロン。へそうそうそう。ほら、もういない。本当思い出の場所なのかもな。さっきだから車で最初ビューって行って一人になって行って、その撮り方真似しようよ俺ら。しよう。いやけど混乱するけどね。正直混乱する俺も。いや服違うけん分かるけど。いや俺見落としてるもんだ。だけど俺なんでって言ったら一回見てはもう全然気づいてない。もうじゃあやめよう、そのスタイルやめよう。そうなんだ、ゲームね。女の人かと思いきや、欧米人あの彼女役の人がね、うん、がなんかゲームして、ほら男の人がさ、どっか違うとこで談笑ってか喋りとってさ、ちょっとほったらかし、うん、全然提供してくれなくて、こうやってゲーム退屈みたいな。違った。この人さ、こんなバラードなのにさ、やっぱあんだけタトゥーあるのさ、めっちゃ違和感あるの。まあ日本人からしたらね、ああベトナムの人どうなんだろうね。まあ、長袖着とったけんさ、最初とかわからんかったけど、うん、あんだけこう優しいボイスでさ、うん、歌う人じゃん。ああみたいな、うん、I love you って感じなのにさ、手はさ I love you みたいな感じやん。だけどそれベトナムの人にイメージあるんかな。どっちなんだろうそれって。日本人からしたらめっちゃあるよね。怖いみたいなイメージちょっとあるけど、あるある。ベトナムの人のイメージコメント書いてください。え、急に女性歌い始めた。別れる理由にならんく、だってさ別に楽しくなさそうじゃないしさ、うん、もっと寂しい顔とか見せとったら分かるかもしれんけど、なんか確かにそこまでね。ボーイフレンドの方がこうひどいことしてもないやん。怒るとかさ、殴るとかさ、そうね、無視するとかもないのに。ないね。何が嫌なの。寂しいさないじゃん。船の上に2人でいたりもするしさ、うん、連れてきてったりするけん ね。え、これハロンマン？おるよ、ちゃんと。これハッピーエンドなんじゃない？アニメ。なかったー。まあまあ、ならんでしょ。ならん。それは。だってそういう歌なんだよ。いや確かに言うようにマジでなんで別れたか理由かが分からんわ。その寂しい顔みたいなのって別時計はめとる時とかもなんかニコってしてたし、基本的にはその思い出をたどってる回想してるからで、いい思い出ばっかりだし、うん、なんか他の歌手の人の別れる話とか、うん、歌だったらね、喧嘩とかしたりとか、なんか違う人のところ行ったりとか、うん、そうね、仲いい別の人にちょっと嫉妬するみたいなところ、うんね、これ基本的に2人で酒飲んどるし、うん、2人で買い物行って、ねうん、やっとるし、誰かがちょっかい出したりとかもないけど、全然、いや理由分からず、うん、思い出はいい思い出として残してるみたいな、うん、そう別れたけど思い出すのはいい思い出ばっかりみたいなことかもしれない。だから一人でいると、だって胸が締め付けられるみたいな確かあるよね、うん、なんであなたは私の隣にいないのって男側が言っとるけん、うん、だから別れた理由すら分からないというか、そう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 、なんであなた去ってったみたいなこと。そうです、ね、はい。ケロイヤー特番キングバイハットナイティー감사합니다나온디저다보비시냐감몬다쌤춘진나냐유틱비디오나이디하이쉐어라이크서브스크라이브냐바이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 